本工学院八王子専門学校クリエイターズカレッジ声優俳優科1年のキャン美穂です。浦添高等学校出身です。何校かの他の専門学校もの体験入学などをして、この学校が私に一番合ってるなっていう雰囲気や先生方のその指導の考え方などがすごく共感してこの学校を選びました。高校2年生の頃からです。オープンキャンパスに来て体験のできる授業が在学している学生さんの授業とほとんど同じで、そういう授業が受けられるのがすごくいいなと思いました。全然反対はしていなくて、学校行ってで自分のしたいことをやるだけやってきなさいって言われました。人前で発表などをしたりするのがすごく楽しくて、緊張したりもしますが、チャンスがあったら積極的に取り組んでいけるようになりました。気候の変化がすごくて沖縄とはやっぱり違うことが多くて、寒さとかのことで体調を崩したりとかありました。声優さんになるために一日一日自分にやれることを見つけていけたらなって思ってます。すごい自分の話をたくさん聞いてくれて、部活の終わった後とかも練習見てくれて、いろんな世の中の話とかもすごく聞かせてくれて、自分の中で一番辛かった時期なども助けてくれたりしたので本当に感謝してます。お母さん今まですごく反抗して、本当にたくさん迷惑かけたけど、自分のやりたいことをやらせてくれて本当にありがとうございました。感謝してます。はい、これからすごくいろんなことがあって、学校選びもたくさん迷うと思うんですが、自分のやりたいことをちゃんと分かって周りの人とかにも流されないで自分の道を貫いてください。あ、頑張ってください。夏の夜の夢嵐、シェイクスピアのヘレナの役のセリフを言います。お見事よ。本当にあなたには慎みというものがちっともないのね。そうよ、そんなこと言ってこの私に我を忘れたあられもない言い返しをさせようというのね。何さ、何よこのイカサマシ操り人形。すごいね。全然違う。びっくりね。びっくりしてる。さすがだ。